前半、自分のサイドから失点して、絶対取り返してやるって気持ちで、最後パワープレーみたいな感じだったんですけど、いいボール来てみんなが頑張ってくれたんで、そこで決めれて、本当にまた明日につなげれたので本当に良かったと思います。1と0じゃ全然本当に明日の試合とかも全然違ってくると思ったので、もう絶対取り返してやるって気持ちで後半から入っていたので、みんなで違くなって、引き分けに持ち込めたのは全然めっちゃ良かったと思います。明日が一番本当に大事な試合だと思うので、勝って決勝ラウンド行って昇格の方につなげたいと思います、前半なんとか持ちこたえて、後半でエンジンかけれるようにという準備を、しました、ただ前半やっぱり1点ビハインドというのがちょっと誤算で、勝ちきれなかったというところの原因になったと思います。3連戦というのは本当に厳しい戦いというのはもう何年も前から分かっていることで、そんなに簡単に2連勝して3連勝してというところを狙いますけども、いけない場面も十分想定しましたので、しっかり最後、勝ち点3を取って、決勝ラウンド進めるように、本当に確実に、
結果を出すというところを選手も含めて、あの内容よりももう結果を出すというところを、徹底してやりたいなと思います。